ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。さあ、キックオフです。これは大きなミス。これはファウルです。シュート。さあ、どちらのボールになるのか。決めることができない。シュート。勝ちたいプレー出ています。前半あと10分です。抜かれた。ナイスファイト。走り込んできた。おっと、前半終了の笛です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0。さて、中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半戦開始の笛です。頭でつないで、空に向かって飛んでいきます。ゴール！エクセレントゴール！見事な先制点。さあ、
もう一度見てみましょう。ねじ込んだ。戻して、危険なタックル。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。果敢にスライディング。出た。敵に当たってしまった。これはコーナーキック。ここで選手交代です。さあチャンス到来。ボールを外へ出す。チャンスを伺います。シュート。コーナーキックになります。さあチャンス到来。後ろに戻します。これはゴールキック。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。1点差というまさに白鳥を踏むようにして勝利を挙げました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。